天。大陸の東にあるという神々と人間が息づく地、人はこの地を天津の国と呼ぶ。人々はこの地で穏やかな暮らしを営み、永遠に続くであろう平和を謳歌していた。突如轟音が地を揺らし、闇の門から解き放たれた邪悪の力が、バカバカしい厄災でこの地を覆い尽くした。天を仰ぐ木星の祈りが通じたか、雲間からまばゆい光明が幾重にも広がり、天空を駆け来たって現るは伝説の太陽神。太陽神の方向に天津の国を守るため、変本と翻る御旗のもとに集いし武将たち、聖なる甲冑をまとい、ある者は光の玉を持ち、ある者は翼を広げ、またある者は大剣を携え、太陽神と共に地味猛獣を打ち払わんと戦場に乗り出す。襲い来る邪気どもを切り伏せ、武将たちは希望の光を灯していく。八つの心を持つ邪神の謀略に結託する、神知を超えた力に魅られた悪王。妖艶に身を包み、悪神をさらけ出した眼は乱乱と輝く。悪王の命に先を争うように闇よりあふれたむろなす闇の勢力。闇の渦の中に胡蝶のごとく舞い降りた神々しい大剣士は、くさびを突き立て闇を切り裂いた。神の加護を得た剣が導く先は、カードパック天津の国絵巻リリース。